はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、宅建合格するための7つの秘訣の4番目、勉強の仕方、理解学習について解説させていただきます。で、宅建合格するためには、丸暗記学習じゃなくて、理解学習が重要なんだ。この理解学習をやることによって合格できるんだ。っていうことを以前の動画でお伝えしたと思います。で、今回はこの理解学習って具体的にどういったものなのかというところをお伝えできればと思ってます。で、理解学習って、まあ、いろんな種類があるんですね。で、ちょっと細かく分けたのがここの内容です。イメージしながら学習する。理由付けをして学習する。具体例を考えて学習する。関連付けを行う。対比すると。まあ、こういったものがあるんですね。で、今回お伝えをする内容でいくと、イメージだったりとか、具体例とか関連付け。このあたりを使いながらちょっと解説しようかなと思います。で、理由付けなんですけども、これ例えば、法令上の制限の農地法の部分。これまだちょっと勉強したことがない方は、わからないと思うんですけども、農地法の勉強すると、農地法3条許可、4条許可、5条許可、でこの3つを勉強するんですね。で、3条許可っていうのは、まあ、権利移転をするときに、許可を取ってください。4条許可っていうのは、転用するとき、農地を転用するときに許可取ってください。で、5条許可については、権利移動プラス転用する場合に許可取ってくださいっていうような内容なんですよ。ざっくり言うと。そして、市街化区域内の農地だったり、再生放牧地の場合っていうのは、4条、5条許可っていう許可はいらないんですね。届け出だけでいいんですよ。で、実はこれっていうのは、理解をすれば、すごくわかりやすいんですね。3条は対象外なんです。3条は許可が必要で、届け出っていうルールはないんですね。届け出の特例はありません。これも理解をすれば、すごく頭に入りやすいんですよ。で、こういったところを丸暗記してる方が多いんです。4条、5条については、市街化区域内であれば届け出でいいよ。って覚えてる方いるんです。で、覚えるとどうなるかっていうと、本試験っていうのは大体緊張するんですね。なんで結果的に、その問題出た時に、あれ、3条って届け出でよかったっけ？あれ、4条、3条と4条だったかな？あれ、4条と5条だったかなって、こう、大体悩むんですよ。頭が真っ白になっちゃったりするんですね。過去問を普段解いてるときは、大体解けます。模試も大体解けるんです。でも、本試験っていうのは、年に1回しかなくて、本当に緊張するんですね。これまで解けてた問題が解けないんですよ。特に丸暗記だった場合が頭真っ白になるんです。頭が真っ白になったとしても、理解をしていれば、答えを導くことができるんですね。あ、こうこうこういう理由だから、4条5条については、これ市街化区域内だったら、届け出だけで OK だな。あ、3条はこうこうこういう理由だから、届け出制はないな。あ、ちゃんと許可取んないといけないな。っていう風に、その場で答えを導くことができるんです。だから理解できる部分は理解をしながら学習しましょうっていう風に、私は、まあ、個別指導の受講さんにも言ってるし、無料の動画とかでもお伝えをしてるんですね。まあもちろん無料の動画なので、たくさん教えてるわけではないです。一部の事例についてのみ教えてるだけですけれども、理解をすることによって、そういった頭が真っ白になった時でも対応することができるということなんですね。で、今解説した内容は、法令上の制限の、農地法の部分ですけども、それ以外で言ったら国土利用計画法とかもそうだし、あと民法とかなんか理解すべきところって非常にたくさんあるんですよね。なので、理解できる部分はできるだけ理解をしていくっていうのが理解学習の一つになってきます。あと、対比。対比っていうのは、例えば、借地権と借家権。これを対比しながら頭に入れていく。借地権ではこうこうこうだけども、あ、借家権の場合はこうこうこうだな、とか。あと、国土利用計画法の事後届出と事前届出。まあ、これの対比だったりとか。事後届出だったらこうだけども、事前届出はこうだな、とかって。対比しながら勉強していくと効率的に頭に入れることができます。大体過去問集の解説は、その問題に対する解説しか載ってないんですよ。つまり、事後届出の問題であれば、事後届出の解説しか載ってなかったりとか、事前届出の問題だったら、事前届出の解説しか載ってなかったりするので、そういった時に、あ、事後届出の場合はこうだなっていうふうに、一緒に勉強していく。借地権のところでもそうです。借地権の時はこうだったけども、あ、借家権の時はこうだったなって。一緒に勉強していく。解説に載ってなかったとしても、以前勉強したことがあったら、あれ、なんか似たようなものあったなと思ったら、そこまで遡って調べて、一緒に頭に入れていく。こういった勉強が理解学習なんですね。で、今回お伝えをする内容っていうのは、保証と抵当権です。
これイメージしていただくとすごく分かりやすいんですね。抵当権と言われて、抵当権ってどんなものかって誰かに説明することできるでしょうか。試験ではよく出てくる部分なんですね、抵当権って。言葉はよく聞くけれども理解していない人ってやっぱ多いんですよ。で、今回はこの抵当権と保証の不自由性について、解説しようと思うんですけども、例えばあなたが私に対して1000万円貸しましたと。あなたが私に対して1000万円貸しました。私が1000万円返したらいいけども、返ってくるか分かんないじゃないですか。返ってこなかったら困りますよね。だから、保証人つけてくださいよとかってなるわけなんですよ。で、保証人っていうのは人で保証してるんですよ。人で保証するのが保証人なんですね。じゃあ抵当権って何かというと、抵当権は不動産で保証するのが抵当権なんですよ。人で保証するのが保証人、不動産で保証するのが抵当権。だからすごく関連してますよね。なので、もし私が1000万円あなたに返さない場合は、保証人からお金を回収することができる。抵当権の場合だったら、この不動産を売って売れた代金から回収することができる。だから非常に似てますよね。なので、保証と抵当権で似たような性質があるんですよ。で、似たような性質で言うと、不自由性。保証にも不自由性があるし、抵当権にも不自由性があるんです。で、これも理解をしたら当然の話なんで、ぜひ理解してください。不自由性って何なのかっていうと、私が1000万円弁済しました。借りました。1000万円借りて、それを私が返しました。返ってきたら、あなたはもう保証いらないですよね。この保証いらない、保証にいらないし、別に、抵当権いらないわけじゃないですか。お金返ってきたわけだから。なので、債務が弁済されたら、この保証契約はなくなります。またこの抵当権もなくなります。これが不自由性なんですね。だから当然ですよね。言葉にするとなんかややこしく書いてあるかもしれないけども、イメージできたら当然の話で、すごく分かりやすいしシンプルだし、また保証と抵当権が似たようなもんだっていうイメージがあったら、どっちもまとめて頭に入れることができるわけですよ。非常に効率的ですよね。だからこういったことを調べながら勉強を進めていくってことが重要になってくるんですね。今解説した内容っておそらく市販の教材とかには載ってないと思います。つながりだったりとか、イメージだったりとか、そういったものはないと思うんですよね。だからそういった場合っていうのは、もう自分自身で調べながら理解を深めていくってことをやんないと、いつまで経ってもやっぱ頭に入ってこないんですよね。まあ今回はすごく簡単な内容なので、それほど手こずることはないかもしれないんですけども、難しい内容になってくると、どん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 分かんなくなってくるんですよ。例えばこの抵当権の話なんですけれども、この抵当権で保証される範囲って、どれだけなのか、つまりこれ、あなたは私にお金を貸しているわけだから、私が返さなかったら利息がどん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 増えていくじゃないですか。利息だったりとか遅延損害金とかっていうのがどんどん増えていくんですよ。どこまで増えるんですかっていうところが一つのポイントになってきて、もしあなた以外の他に債権者がいた、つまり D さんっていうね、第三者がいて、その人が私に対してお金を貸していた場合、この人は別の債権者ですよね。あなたも私にとっては債権者ですし、この人も債権者です。で、こういった場合っていうのは、利息を全部もらえるかって言ったら全部もらえないんですね。満期となってから最後の2年分って限られているんです。で、この満期になってから最後の2年分って何なのかと、これも具体例とかイメージがあるとすごく分かりやすかったりするんですよね。で、この点についてテキストとか書いてなかったりするので、あまりわからない、だから結局丸暗記みたいな感じになっちゃったりするんです。まだなんで満期になってから最後2年分しか保証されないのか、これも理解をしたら、あ、なるほどなってわかるような内容なんですよ。だからこういった部分はテキストとかに載ってないかもしれないけども、やはり理解した方がいい部分なんですね。だからそういったところを調べながら、どん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 頭に入れていくってことをやると、実力って上がってきますんで。なので、今言ったイメージだとか、理由付けとか、具体例とか、関連付け、対比、こういったものを使いながら、勉強を進めるっていう意識を持ってみてください。いきなりはできないとは思うんですけども、少しずつでもやっていけば実力となりますので、諦めずに頑張っていきましょう。で、次の動画では、計画について解説します。どんな計画を立てなければいけないのか、どうやって計画を立てるのか、こういったところを解説させていただきます。計画については、今からでもできる内容なので、ぜひご覧いただいて、まだ計画立てていないっていう方はすぐに立ててみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。